他にも相当な、例えばえタイガー・ウッズってどんな人なの、あのあそうだ、ね、とかですね、やっぱそういう気になりますよね。そうだって世界のスーパースター、うん、俺ひろゆきのそのパター話、うん、すごい面白い話があって、ね、タイガーが使ってるパターとひろゆきナイキにちょっとねお世話になって、そう僕自身がプライベートでナイキのパターを、ね、うんうん、使った時期とかあって、ね、そう同じパターを使ってたんですよ。ひろゆきとタイガーのキャディとかスティーブさんとかですね、ひろゆき向こう行ってた時に会話する時があってですね、タイガーとひろゆきのパターの話になって、タイガーはナイキのですねメソッド001っていうパターがあるんですよ、ピン型のパター。それの好きだね、お前のゴルフがそれのパターのフェースインサートが黒い基板みたいな模様になってるんですよ。で溝があるんですね。そう溝があるの、うん、そうで普通のトッププロじゃないタイプのやつってフェースに溝があってですねへこんでるんですけど、タイガーのは、まあ、歌い文句としては、うん、溝があった方が、うん、打った瞬間に順回転になっていいですよっていう歌い文句なんです。へえ、なるほど。そうしたらタイガーが、うん、俺のは違えんだよってきて、おうおう、なんだこいつと思って、うん、なんだこいつね話しかけてきてくれた間違いない間違いない、そう見てみるって言ったら、うん、模様はその溝が入ってるなってんだけど、一緒の模様な、そう、うん、だけどやっぱ溝が入ってないパターンですげえだろう、違うんだぞと、可愛いなこいつと思ってまあ彼曰く、うん、打った瞬間順回転なるように今まで育ってないと、うん、パターってスローで見たら、うん、まあ、多分知らない人もいるんですけど、バーンって言ったら20センチぐらい動かない、こうならない、しかも横移動してから転がるんですけど、順回って最初からした方がまあ転がりがいいっていう風な歌い文句で出したんですけど、タイガーはそういうふうに育ってない、俺はそういうふうに育ってないから、ラインの読み方が変わると、膨らまし方とかが変わってくると、だから俺はそういうふうに作ってもらったっていう風に言ってた、自慢げに言ってた。うちの平井プロもやたらと打ってないクラブの自慢とか、タイガーでさえも、うん、そういうところが、でも それはね、タイガーはそういうふうにちゃんと持論があるじゃん、うん、ラインの読み方が変わっちゃうから、うん、そこに合わせるよりかはパターンを変えた方がいい、うん、ただ単にすごいだろ、うん、このクラブ出てっていう人ではない。俺もそういう言葉を準備しておいた方がいいってことだ、ね、うん、そうそうそう、なんでそれを使うかっていう、うん、ああなるほどね。例えばグリーンが他のいっぱい営業の時より、うん、グリーンが硬いから、うん、プロトタイプのちょっと溝が違うウエッジを使ってるんですよ、うん、あそれはあります普通の一般のゴルフ場でそれを使うと戻りすぎて意味がないと、遠くなっちゃう、さ確かにそういう風に持ってったよね、うん、次からそういうことを付け足します、はい、だからそういう風な気さくな人だし、うん、前のキャディのスティーブなんかも、うん、プレゼントカップの時に、うん、マッチプレーで戦うのに、うん、ちょっとキャディ俺リョウのやるからお前タイガーのやるよとかスタート前に言ってきたり、冗談でね、面白いねとかって言ってくれるぐらいお互いねよく顔合わせてたし、あとタイガーに関してはオムレツは気になしオムレツです、うん、白身だけ、そうなの、結構やっぱ食事にも気使ってて、あーなるほどね、うん、そう結構プロゴルファー意外と多くて、あの PGA ツアーの、あー白身だけ。今さらっとプレジデントカップって言いましたけど、ゴルフマニアじゃなくても海外ツアーお好きな方でしたらどれだけすごいか分かると思うんですけど、プレジデントカップとマスターズとメジャーですよね、出てるんですよこの距離でこの距離では出てないけど、すごくないそれもね、生かしてもらった立場だからあれだけど、うん、iPad の話してよ。プレジデントカップっていうのは世界先発対アメリカ先発の試合で2年に1回行われる大会で、今まで2回か3回出たことあるんですけど、世界先発だともういろんな組の人たちとやって、その時にいつもチームで組んでたのは大体アダム・スコット、うん、組んでたのかな、うん、チームのキャプテンがグレッグ・ノーマンか、ホワイトシャークですね、グレッグ・ノーマンで、いろいろウェアも揃えるんで、ホテルの部屋に入ったら、うん、もうでっかいスーツケースが2個用意されてて、自分のじゃない、自分のじゃない、うん、で開けたら、うん、何月何日何曜日はこのウェアを着ろっていうのが、うん、ベッドの上に全部並んでるの、指定なんだね、もう全部、うんうんうん、全部並んでて、うん、でその横に iPad が置いてあったの、 iPad、 はいはいはい、新品の、うん、何かなと思ったら、うん、2011年、うん、プレゼントカップ、うん、バイグレックノーマン、うん、プレゼント 4U みたいな印刷されて、そう名前入ってたよね、そうそうそう、刻印みたいなの、そうで、そうそう、それがひろゆきのもあんのよ、俺のイメージはりょうくんだけとかさ、ね、選手だけ、ひろゆきの分っていうかキャディさんの分も、そう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 、
あるってやばくない？全キャディー分ある。そう、試合が行われて終わって2ヶ月後ぐらいかな、アルバムが送られてくるんだけど、うん、そのアルバムを見たら俺がメインで撮られてるアルバム。じゃあひろゆき用に撮ってるアルバムなんだ。さっき言ったように俺とタイガーが喋ってる瞬間誰か撮ってくれてるんだよね。だから俺とグレックノーマンが喋ってるのをアルバム化してくれて送ってくれ、うん、だから全員違うアルバムなんだけど、キャディー用の撮ってるんだ。ねえ、それさやばくない？それさプライスレスだね。本当よ。でそれプラス一緒にキャディーバッグが送られてきたんよ、うん、でっかいキャディーバッグが、うん、でなんだろうと思って、うん、たらお腹の部分ってだいたい選手の名前が入ってて、はいはい、両石川って入ってて、うん、で足の下の部分のちっちゃいこれぐらいのところに、うん、H 加藤って入ってた、はい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 、それは試合の時に使ってた両のキャディーバッグなんだけど、うん、それの逆バージョン、メインのでかいところにひろゆき加藤って入ってて、うん、下のこのちっちゃいところに、うん、両石川って入ってが送られてきて、えと思って、それやばいね。そういうサプライズ的なのをしてくれるよねアメリカはね。なんか良くないっすか？そういうのはやっぱ一生大事にしなきゃいけないなと思うし、うん、女子で宮里美香プロでそういう同じようなチーム戦あった時も、うん、やっぱり同じようなサプライズというかあったし、うん、ウェアも全部いただけるし、だから本当にああいうのってやっぱ違うなとか、キャディやっててよかったなっていうのはあるよね、うん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 。今このメジャーの話とかでやっぱり皆さんマスターズのことについて聞きたい方が多いと思うんだけど、マスターズってどういう試合なの？やっぱ印象、テレビで放送するときはクラブハウスから入ってくるカメラで追ってこうやって回っていくじゃない、あそこをやっぱ通るわけ？いやもう本当もうただのガヤよ。いやあのね、うん、俺も、うん、4回行ってんのマスターズ、うんうん、マスターズってやっぱ他の試合と違って、うん、さっき言ったように練習ラウンド3回ぐらいやって試合臨むんじゃなくて、だいたい前の週まで休んで2週間ぐらいいるわけよ、うん、だからすごいオーガストをいっぱい回れるっていう風な、それかける4年出たから、うん、すごいお腹いっぱいも、うん、そうっていう話にまとめないようにしますけど、うんうんうん、俺らさ、うん、高校の時にさ、うん、朝の目覚ましさ、うん、オーガスタのさ音楽にした時だった、うん、あれ一番起きないよね、もうホワーンってしましょ。そうそうそう、うん、それぐらいやっぱオーガスタって誰もが行きたかったり、うん、特にね中学生高校生の子って行ってみたいって思うと思うんだけど、うんうん、僕が一番最初に行ったのって2009年なんだけど、うん、その時ってまだメンバーしか見れなかった。え、そうなの？そう。へぇー。だから練習場も今と違うところに、俺すごい良かったなって思うのが、うん、2回目に出させてもらってるから、うん、練習場が変わって、うん、ギャラリーもメンバーさん以外の人も入れるようになった、うん、だからそういうすごい変わったオーガスタを見れたっていうのはすごい良かったなと思ってて、あんまりコースって変えないんだけど、はい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 、オーガスタって大きく変えないから、うん、変わったオーガスタを見れたっていうのはすごい、もしかしたら日本人では僕だけな可能性もあるかな、うん、そうだよね、そういうのはだから嬉しくて、あとは検問がすごいよね。あ、本当もうバッジも一人一枚写真付きで後ろにバーコードがあって、もう違かったら入れないって、あ、こうパスみたいなのとかもあって、そうそうそう、もう車で入ってきたら車ももともと登録してある車じゃないと入れない、選手のクラブハウス、キャディーのクラブハウス別。マスターズって車って用意してくれるの？ここ数十年はメルセデスさんが。フィルーキー行ってた時は何乗ってたの？ベンツ、ね、ベンツ乗ってたね。オーガスタ空港に着いたら、うん、乗ってくれって思ってある。あ、そう、なんなら、うん、何台必要だみたいな聞かれる。オーガスタって大体一軒家を2週間借りて家族とかみんな行くんで、何台みたいな、もうそれを最初登録してもうベンツ乗り放題で、横に選手の名前というかオーガスタに出る人っていうから、もう街中運転したらもうすごい振り向かれたりとか、誰だ誰だみたいな、あ、でもベンツが大体用意してくれて、他の試合だと大きい試合だとキャデラックとか韓国の車キアとか、うん、いろんな車を大体は用意してくれる PGA ツアー、日本みたいにわざわざレンタカー借りたりとかっていうことはなくて、めっちゃくちゃ俺個人的な質問していい、うん、てかオーガスタナショナルの知りたいのベストワン、俺の中で高低差知りたいの、どれぐらいあんの、うん、1000回目、いや2000ぐらいオーガスタはやっぱ多いよ聞かれる方、2000人目ぐらい、あ、そんな多い、うん、なんかすっごい高低差あるって聞いたことあるの、だから本当に試合早く始まってくれっ
って思うよ途中で。もうきついからコースが。日本の皆さんなんとなく知ってるコースでどれぐらいの、例えば18番のティーグラウンドからセカンド地点までは18ヤードの20メートルぐらい登ってんだよね。そんな登ってんの？そう、もうアップダウンがえげつないの。10番のあのこの打ち下ろしもやばいし、ティーグラウンドからグリーンは35ヤードぐらい打ち下ろしてるでしょうね。すごいね。で当たり前で10番がそうなんだから18上がる、上がるじゃん、上がってくるじゃん。確かにそういう理論と一緒でアップダウンがマジできつい。あ、そう。で他のコースと違うのが、フェアウェイが結構右の段と左の段で分かれてて、右サイドのフェアウェイから打つのと左サイドのフェアウェイで打つので打ち上げ打ち下ろしがやっぱ変わるから、うん、そこの計算とかも意外と難しいよ俺らは。じゃあ右の段から打った時は打ち下ろし10ヤードだけど、下の段の時はまあ7ヤード、間に止まったらじゃあ何ヤードにしようとかっていうのも大事なわけ俺の中では。だからそういう風な難しいところもあるね。とにかくアップダウンがすごい。で、唯一 PGA ツアーでつなぎなんですよ。つなぎっていうのは、キャディーさんの制服が決まってる。真っ白の。他の試合は自由なんだけど、基本マスター年間1試合だけ制服が決まってて、長袖長ズボンなんで、やっぱり歩きにくかったり、暑くても寒くても同じものを着るから、やっぱ辛いというか、暑かったら暑かったら辛いし、寒かったら寒かったら辛いよね。あの緑の帽子っていうのもらえるんですか？もらえます、もらえます。あの番号って何の番号なんですか？あれ。ああ。ここに番号あるの皆さん知ってます？キャディさんのつなぎにね、うん。あの番号って何の番号？あれじゃないの？勝つ確率が1か2かとかじゃない？ね、バットをされちゃうかもしれないからあれは実は、前試合そうなんですけど、うん、プロが来た時に、レジストレーションつって、受付をするんだけど、今週試合に出ますって受付をするんだけど、受付をした順番。そうなの？そう。だから早く入れば。若い番号なの？1番。あ、ちなみに、受付1番狙ってる選手とかっているの？ないな。前の週まで試合があったりとか、やっぱりそこに来るぐらいだと、変な調整したくないって思い始めるプロもいるから、はい、オーガスタ用に。じゃなく。だけどやっぱりね、1回目来る、人なんかは一週前とかに入ってくるか、そういう人が一番多いかな、あんまり長く知れてないプロの方が一番が多い。なるほどなるほど。タイガーとかな、満開来てる人とかだと結構遅い番号だったりはするよね。ちなみにひろゆきパー3コンテストは全部4回とも出た、4回ともやったね。レジストレーションの時に参加するか参加しないかっていうのは、その時決めるんだ。そうそうそう。でそれも基本的にはあれは奥さんだったり彼女だったり、自分のお子さん、そうだよね、兄弟をキャディとして使うんだけど、もうこんなちっちゃい子のつなぎまで用意してくれてて、で3人キャディさんとかいる時もあるね。そうそう、それでも OK、子供さんとか。そうそうそう。だからキャディバッグ担げないから、キャディバッグだけは僕らが担いで、兄弟石川陽子ちゃんと渡るがキャディやったりとか、なんなら打たせる、そうね、あるよねっていうのも出してくれる。りょうくん水切りショットやったの？水切りショットはそのパー3コンテストじゃなくて、本番のホールの16番のショートホール、ね。あ、なるほどね。水切りショットはそう、本番の16番ショート、ショートオーガスタナショナルって鉛筆一本ですら、やっぱりすごい価値があるって言われて、ね。俺なんかは、それをまとめて持って帰ったりすると、二度と来れないんじゃないかなっていうふうに考えるタイプなの。だから甲子園の最後の土とか、例えばそういうことだと思うんだけど、俺は持って帰ってこなかった。思い出だけ持って帰ってきたってことですね。だから4回出れたのかなって思うし、まあ、確かに確かに、まあ、これからもね、当たり前でそういう選手を担いでまた戻るというか、いけるようにしたいな、その気持ちがね。でもショップでね、いろいろ買えるものがあるんで、あ、オーガスタ、オーガスタのショップがあるんですけど、それがピンフラッグだった、いろいろ、そうそう、ぬいぐるみだったり、いろいろ最近だとね、携帯のカバーとか、あー、そういうの売ってるんで、そういうのとかはお土産として持ってっていいけど、誰もが持てないものを唯一持ってこないっていうのは俺のスタンスかもしれない。なるほどなるほど。ちなみに一番最初の2009年に、そのオーガスタナショナルに入って、つなぎを着て、バッグを担いで、フィールドに出た時の気持ちっていうのはどんな気持ちだった？なんか匂いが違う。すごいな。へえ。なんつうんだろうな。どんな匂いだったの？すごい匂いだった。芝のいい匂い。はい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 。芝のいい匂いっていうか、やっぱり変な話、肥料の匂いとかもしない、全く。え、そうなの？そうそうそう。なんかあるじゃん、ゴルフ場って。あるあるある。独特のね。そうそう。そういうのがなかったり。
すごいやっぱ家の芝の中に茶色い芝とかあるじゃん、うん、ね普通のゴルフ場、うん、そういうのもないし、でもめっちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ絨毯だからすごい気使う、全てが。行ったことない私たちはもうテレビで見たまんまって思ってていいの、うん、それ以上だと思っていいと思う。行きたーい、そこだけはそうびっくりした。もうだってさ、緑と白と茶色しかないじゃん。そうだ、木の幹の茶色と、そうそうそう、芝の緑とバンカーの白しかないじゃん。ま、そう混ざることがないもん ね。見たことある方だったら分かると思うんですけど、もう本当に綺麗でしかない。そう、あと練習場のターフも前に飛んだら、その選手がいなくなったらそのターフ全部回収するから、一回一回。もう全部綺麗だよね。汚してるように見せない。そう。目土もだから緑よね。そう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 。ね。茶色く見せない。そうそう。素敵ね。だから俺オーガスタで初めて途中のホールで小腹空いたから、うん、お菓子を食べて、うん、パッてちぎったのがこんなちっちゃいかけらがパーンって飛んでた、うん、はい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 、普通のゴルフ場だったらもう分かんなくなるよ、うん、そしたら遠くの方に行ってもこんなちっちゃいのが目立つわけよ。綺麗だからね。そう、死ぬ気で走ってといったもん今田隆二さんと本当今田隆二さんと練習ラウンドしたんだけど、うん、ダメだよっつってそれぐらいやっぱり全てが緑というそういう世界。行ってみたいよね、うん、でも本当にさっきの話じゃないけど日本人が行ける機会が増えたから、うん、メンバーじゃない人が入れるようになったから、うんうんうん、本当に2回目以降は結構日本人の応援してくれる人が増えて、そういうのも結構秀樹の去年の優勝にはつながったのかなと思う、うんうん、ちょっといろいろ今お話聞かせてもらったんですが、ちなみにひろゆきがここだけの話として言ってもらいたいんだけど、この選手いろんな意味ですげえなーって思った選手っていた？見てて、例えばショット力だったりズバ抜けた考えだったりとか、まあ、とにかくこの人やべえなっていう人いた？印象に残る選手、残ってる選手。基本的には、うん、賞金王になったことのある選手は、うん、すごいなって思うことがある。周吾にしろ、一気にしろ、亮にしろ、たまたまこの3人って担がしてもらったけど、うんうん、共通してるのは、うん、自分の性格をめちゃくちゃ知ってる。ゴルフってこれ一番大事で、うん、このパターンの時ってこういうミスするよなって自分で分かってたり、うん、だから他のショットより時間かけようとか時間を逆にかけないとか、そのジャッジがうまい。いきなり時間かけたりとか、うん、いきなりジャッジが決まっててパッて打ち始めたり、うん、まあ、そういう時って結果もいいんだけど、うん、それって自分のことをすごい分かってるなっていうのが分かる。もうオーラとしてとか目線だったりして、それ以上言わないでっていうオーラを流してくるわけよ、はいはいはい、分かってるから、はい、だからそういう不安そうな意見だったり不安そうなことを言ってこないっていうのは結構すごいなって思う。例えば選手がそういう気持ちになった時っていうのは、自分のことを知ってる選手っていうのは自分で自己解決する選手が結構いる感じなのかな。そうだね、自分を分かってるから、うん、あとは自分で決まってるけどこう言ってほしいだろうなっていう言い方をしてくる。なるほどね。そこで否定しちゃダメ、違う意見を、違うマネジメントを言うなよっていう感じの聞き方をしてきたりとか、ただキャッチボールしただけだからっていうのはあるよね。じゃあもう空気感を読めないとキャディーさんって成り立たない部分もあるんだね。そうそう、だから選手をいっぱい変えるっていうのは結構怖いことだし、すごいことだなと思う、うん、そうなんだ。でもさっきの話じゃないけど、アマチュアの人はそこそこのゴルフができればマネジメントと自分の性格さえ分かってれば、うん、誰でもスコアアップはできる。いいアドバイスですねこれ。ちなみにひろゆきがキャディーをやっていて大事にしてることって何かある？それもねすごいやっぱ聞かれるんだけど。あーなるほどなるほど、はい、まず選手に気を使わせないこと。例えばこれなかったの入ってないじゃんとか、そういうこと同伴競技者に気を使わせるようなことをしなかったりとか、もう完全にもうそこに尽きるね。選手が気を使うようなことがないようにする、はいはいはい、そこが一番だよね。今までキャディをやっていてこれ一番辛かったなとかってなんかある？選手がやっぱり予選落ちが続いた時って声のかけ方が難しいよね、うん、あー確かにね、うん、やっぱりスイングのことを言い過ぎても良くないだろうし、うんうん、スイングで悩んでない可能性もあるし、うん、やることをやってんのに結果がついてこない時、うん、本当に石川遼プロなんかプロ1年目は1試合目良かったんだけど、うん、そっから2ヶ月ぐらい予選落ち着いたんだよね確か。そういう時とかやっぱ注目されてるのに、なんか俺がキャディやって申し訳ないなとかいろいろ考えたし、まあそこがすごい申し訳ないなと思ったけど、あいつのでもすごいとこはだけど変えない、
そこが結局1年目で最後の勝てって、うんうん、で2年目で賞金をなれたっていうのはそういうことなんだと思う。あだからそれも自分の性格が分かってたから、うん、俺に対して求めすぎなかった部分も良かったのかもしれない。やっぱりいっぱいいっぱいになっちゃうと何か言ってよ何か言ってよとかどうにかしてよって周りを頼ろうとする選手もいるから、うん、そういう選手って結局自分の性格も分かってないと思ってるんで、うんうん、でもそういうふうに選手とずっとチームでやっててそういうふうに予選落ちが続くとちょっと辛いかな、うんうんうん、今度逆にキャディやっててもうこうもうキャディやっててよかったな、もうこのためにやってたっていうことって何かあった？やっぱり他のスポーツと違って、うん、サッカー野球とか、うん、もうラグビーとかもいろんなスポーツある中で、うん、あんなに選手と近くで優勝を味わえるってないんだよね。確かに、うん、優勝してトロフィーとかやるときに隣にキャディさんいたりするときもあるもんね、うん、グリーン上とかでもう最後のパット決まった瞬間に誰と一番ね、うんうんうん、ハグをしたり目を合わせるかしたらキャディー。そうだね。でも他のスポーツって監督とかそういうわけでもないじゃん、うん、確かに。喜び方が自分がプレーをしてないのに、うん、選手以上に喜べたり、あその注目浴びてる一番近くに入れるのが、うんこの職業。確かにそうかもしれない、うん、それはやっぱりやめられないよね。快感になるよね。そうギャラリーに対しての選手も応援するけどギャラリーさん、うん、ね加藤さん頑張ってくださいって言われることもなかなか監督の場合監督さん頑張ってくださいねとかなかなかないだろうし、ない、うん、ないね。でそういうのっていうのはちょっと他とは味えない。じゃあその優勝の数の分やっぱりそういう経験をしてきたってことよね、うん、だけどそれもねあるんだけど、うん俺はマッチプレーの1勝って4日間の1勝と同じ風に思ってるぐらい1番ホールから最終日最終組で出てるような緊張感をずっと味わって最後勝った時ってすごいやっぱホッとしたりとかするんよね。だからプレジデントカップのマッチプレーだったり世界マッチプレーの1勝だったりとかっていうのは俺は1勝にみんな数えてもいいのかなって思ってるくらいいい経験だったし他のね日本のツアーのマッチプレーもみんなマッチプレーの一緒は一緒に考えてもいいんじゃないかなって思う、うんうんうん、そうなんだ。なんかすげえなんかジーンとしてるけど、うん、今後ひろゆきから見て注目してほしい選手とかって誰かいたりする？例えば中学生だったりとか。あやっぱり僕も今ねジュニアと関わることが結構増えてきた中で、うん、男子でいうとね飛距離っていうのはやっぱ魅力だから、うん、最近出てきた、ね、川本陸はい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 それ刀剣推薦で出てちゃんと取って上位、うん、ね、はい、入った川本優衣選手の弟さんだよね。そう川本優衣プロはひろきも担いだよね。ずっと何試合か継がしてもらって、うん、アメリカの QT も担いでもらったりしたんで、ねうん、弟さんもよく知ってて、うんはあの子は注目した子がいいと思うしまだ中学生 の, その香川智くんっていう子もいるんだけど最近おなんかちょっと詳しく、うん、未来モンスターに最近出た子でその子なんかは今中学1年生で、うん、今度中学2年生になるんだけど関西オープンの出場権を取って、はい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 、この撮影してる日の来週かもう来週あそうかそうかそうか行われる関西オープンに出るんで予選会かなんか予選会トップでトップ中学生そう香川智く選手ちょっと皆さん今後注目していただきたい選手ですね。でもともと月1回ぐらい一緒にラウンドさせてもらっていろいろあんまりスイングのことは言わないんだけど、うん、マネジメントのこととかを教えてあげて、うん、そういうことかはやっぱ注目してもいいのかな。その子は行動力がすごくてお父さんももともとは僕の家を探して、うんうん、香川智くんとお父さんいきなりうちにピンポンってきた。ちょっと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 すごいよね。ピンポンって出て、うん、まあその時石川遼プロのキャディやってたんで、うん、石川遼プロのキャディやってる加藤さんですよねって言われて、アポなしで、アポなし、結構あるんこれ、結構あるの、結構ある、加藤家バレてる説、あそ う, そう、まあ何人かあって、うんうん、それでピンポンで、そう来て、でジュニアでゴルフ業界もね盛り上がってほしいから、うん、あもう機会あったら一緒に回りましょうっつって、うん、そっからやっぱり俺も忙しくなっちゃって連絡も取れなくて結局 4,5 年後なのよ一緒に回ってあげることで見てあげることピンポンからそうへえー、うんうんほんでまあ定期的にゴルフするようになって、うん、普通に上手くなって、うん、今に至ってるっていう話なの。あじゃあそれからちょこちょこなんか見てあげたりとかマネジメント教えてあげたりとか、そうそうそう、自然とねゴルフやるとマネジメントをね覚えたりもできるけど、あとはゴルフクラブのこととかもね、確かにアドバイス大事だね。小学生から中学生になったら体の大きさとか変わったりするから、うん、
それに対してシャフトを変えるタイミングだったり長さを変えるタイミングっていうのもアドバイスしたりしてて、うん、なんかちょっと楽しみな選手だね。そうだね。だからこういうもっともっと増やしていきたいなと思ってるんで、うん、加藤家を頑張って探してもらってピンポンしてもらえれば、まあまあまあそうだよね。それなりの対応はします。なるべく俺がいる時にしてね。そうだよね、そうだよね。だから男子の試合がない週に探しまくってもらえればいいってことでしょ。ごめん、今後女子行くんで。あ、日曜の夜から月曜の昼まで。昼までは可能性あり。短いなぁ。ごめんなさい。ジュニア限定でお願いします。あ、ジュニアね。普通のおっさんとか来れない。な何回か、サインくださいとかってもあったんで。でも、嫌じゃない、嫌じゃないんだけど、嫌、ね、じゃないんだけど、うんうん、ゴルフ人口を増やしたりとか、うん、今後ジュニアのイベントとかもやっていきたいと思ってるんで。あ、いいね。ちょっと、ゴルフ業界が盛り上がるために、うん、ジュニア親御さんの手助けもしたいし、うん、楽しくゴルフをしてもらいたいんで。確かに。世の中の加藤さんちが間違いピンポン。あ、そうだね。加藤ってでも珍しい名前だから、そんな。いや、ママジョイ。多分上位だろうね。うんうん、上位だな。でもちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、うん、SNS もやってるんで、そうね。そこにダイレクトメッセージくれてもいいですし、うん、そしたらちょっと本当にイベントごとはいろいろ考えてて、今ひろゆきなんかどっかに所属は？そうです。今会社は株式会社建設パークっていう会社の社員、はい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 、全然ゴルフとはちょっと違う会社で、うん、基本的にはレンタル品、工事現場の足場とかのレンタルとか、うんうんうん、だけどゴルフ場とか行くとプロの試合とか行くと分かると思うんですけど、うん、その選手とギャラリーを分ける柵とか、駐車場のゴムマットとか、うん、仮設トイレ、うん、扇風機、うん、氷納機、大事なとこだね。もう全部レンタル、ライトも全部レンタル、あれにとって意外と全部レンタルなんですけど、それ建設パークさんがもう全部、種類的な業界的にも種類いっぱい持ってる中、全くゴルフに関係ない仕事でもないんで、うん、ジュニアイベントとかをやればそういうのとかも絶対使うし、うん、夏場だとそういうね、そうだね、使っていくんで、うん、まあちょっと今そこの社員になりながら、うん、プロキャディとして行かしてもらってて、うん、12月から2月の終わりまでっていうのはちょっとオフの期間になるんで、男女とも、うんうんうん、その期間とかを目安にジュニアのイベントをやっていったりとか、まあ一般の人に対してもレッスンだったり、僕のレッスンは平井プロと違ってスイングのことよりもマネジメントのことだって、さっき言ったいうような話のことだったりすることもあるんで、ちょっとやっていきたいんで、本当に SNS 上でもいいんでメッセージくれればもう返さないってことはない、ちゃんとあの連絡は。いや、ありがたいね、はい、あと上なんか次からなんかワンナップのユニフォームになるなんかなの？え、俺まあまあ取るよ、そしたら。そこはちょっといろいろ考えてもらって、いろいろワッペンとかつけてもらったら、ね、あ、まあまあそれ、これひろゆきが今契約して、そうですね、ブリーフィングさんはもうちょっと長いんですけど、そうだよね、ゴルフ業界に進出してもらいながら、うんうんうん、まあ、今日はちょっとたまたま違うキャップかぶってるんですけど、普段は試合の時は会社のキャップをかぶりながら、はい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 、はい、まあ、他に何社かスポンサーさんをワッペンで貼りながらやらせてもらってて、いろいろそういう助けがないと僕らもね、生活できないんで、みんながハッピーになれるようにやっていきたいなと思って、このブリーフィングさんの SNS の CM なんかで、ひろゆきとあと同級生の井出口キャディさんと2人で、はいはいはい、まあ、去年ちゃんキムの小規模になった人たちとかもは、ね、まあ、僕ら同い年で、うん、仲良くしながら、陸也のも、あ、そう、お互いリクヤのキャディーやったりとか、ね、やってたよね、星野陸也選手、はい、うん、いろいろそういうふうにうまいことやったり、陸也はさ、うん、あの鼻くそぐらいの鉛つけるね、鼻くそよりちっちゃいから、ね、ほら、そうなんですよね、その鼻くその名前をたまにヘッドカバーとかにちょんってついてるわけですよ、ドライバーの、はい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 、これを取って捨てちゃった時には大事件、大事件、どこっつって、そう、あれどこ事件そうなんだ。だからもうずっとそれはもう取っておかなきゃいけない、大事に、もうそれぐらい繊細でもね、あれみんな陸也陸也って言ってるけど、周吾、うん、もあるし、亮、うん、もあるし、秀樹、うん、もあるし、うん、鼻くすまでかさぶたぐらいまでは結構みんなやる、全然やる、全然やる、こうちょっとした微調整が、でこういつも目つぶって、あ、ちゅか、普通しばらくなんでこの中湾のこの鉛でってその鉛分重いわけだから、逆に言ったら、そうだよね、いくらこれだとはいえ、とりあえず自分の印象としては1年間ハーフパンツですそう、
そう。そう、それで、今年1年間は、今平周吾選手のキャディーさんをやりますんで、うん、先ほども言いましたけど、まあ、会場まで行った際には、今平選手見かけたら、近くにひろゆきがいるなと思って、ひろゆきっつって軽く挨拶していただければ、ちょっと返してくれると思うんで、試合中だったらちょっとね、厳しいかもしれないですけど。僕らなんかもね、そういうので、モチベーション上がって、頑張れるんで、うんね、声はかけてあげた方がいい。あげようかな、どうしようかなって悩むんであれば、かけた方がいい。基本的には。いいっすね。絶対に。かけやすくなりますよね。マイナスはないわ。うん、確かに。かけられるタイミングだったらかけた方がいいね。うん、この辺はまずいってことでしょ？そうそう、この辺はまずいって、確かにね。この辺はね。ああ、なるほど。まあ、ちょこっと通り道とかね。そう、インターバルなんかインターバルとか。もう全然かけてもらって。だから僕なんかはいつも、ひろゆきがキャディバッグ担いでる時なんかは、本当にこれ以上身長が縮まないようにっていつも心配はしてるんです。そう。あと、よく LINE でやるんですけども、本当に、やっぱ1年間通して、いろんな県に回ったり、海外行ったりとかも、するんで本当に体調だけは本当に気をつけていただいて、ね、これからも活躍をぜひ選手とともにしていただければと思います、はい、今回は本当長くなりましたけども初めてゲストとして加藤博之くんにプロキャディーとして来ていただいてすごく僕と登録的にはもう楽しい内容が取れたなと思っております。次も呼んでよ。これ全然足んないもん。と、足んない。多分、うん。じゃあ来週また。来週が試合だ。え、なんか、無事、いや、で、関西オープン？関西オープン。リモートでもいいよ。リモートとかできないんか。あ、だから今度さ、あれやろうよ。うん、ライブとか。あ、いいかもしれない。ああ、いいじゃん。それをそのまま配信しちゃえばいいんだ。うん。どうしよう。流しっぱでいい。だからその代わり気をつけなきゃいけない部分もいっぱいあるけど。いっぱいある。それ打ち合わせしないと。確かに。喋、ね。そう。で、YouTube ライブでこれ、リアルタイムでこのまま流してもいいしね。ただ、本当に話してるの。うん。それいいかもしれない。あ、僕一個あるんですよ、ゆうきさん、うん、ぜひ高校の時の同じチームメイトのぬかがプロを教えて。あ、そうだな。ああ。それこそぬかがプロの YouTube にも一回出たことは。あ、そうね、そうね。それこそさっき言った入口キャディと3人で話したこともあるんで、うん、そういうのも含めて、うん、全然まだ1割も喋ってないよ。そうでしょ。そう、俺も思って、あのね、いろんな俺が聞きたいことばっか聞いちゃって、うん、本当のキャディーの話としてっていうのが聞けてない感はすごいあったけど、うんうん、ちょっと申し訳ないけどね、一般的な質問をちょっとどんどんしちゃったんだけど。大丈夫、シリーズ化するんでじゃ。間違いないです。でも大体ひろゆき来てくれるって言ったら大体3年スパンなんですよ。そう、大体そう3年後。そう、だからもう便利になったじゃん、さっき言って。そうね、リモートじゃなくて。あ、いいね、いいね。そう、ライブで、いいね、ライブでやってもいい。あの、飲んでない時がいいですよね。そうそうそう、真面目な時が。いや、飲んでるからこそ言えることもあるじゃないですか。なるほど。でも、ね、飲みながらやってる人も、ね、ほとんど使えなくなるかもしれない。ライブだとね。そうそう。めちゃくちゃ気をつけてやる。そうでしょ。だから、飲んだ時は編集しましょう。そう、誰か、ひろゆきのキャディーをつけなきゃダメ。こう、後ろからこうやって。そう。誰っつって。そう。そう。こんな感じで、ちょっと1回目ですね。プロキャディの加藤博之に来ていただきました。本当に忙しい中来ていただいて本当にありがたく思っております。で、今後ともですね、今平選手ともにご活躍の方を期待してます。このようなゲストを交えて今後も撮っていきたいと思ってます。ぜひですね、こんな選手ほとんどが無理なんですけども、たまたまその同級生に博之がいたんで来てもらったんですけども、今回の内容でしたりいいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとはインスタグラム、あとはツイッターですね、もやってますので、ぜひぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。先ほども言いましたけども、ひろゆきもインスタグラムとかフェイスブックもやってますんで、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。こちらですね、お願いいたします。コメントは返しますんで。ね。はい、うん。最後までご視聴ありがとうございました。